はい、皆さんこんにちは、浦方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介するのはこちら、東京マリンガスブローバックハンドガングロック17サードジェネレーション CQB 装備に広がりを持たせたモデル。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。はい、全長が201mm、重心長は 97mm、 重量は 703g。 これは空のマガジンを装着した場合です。弾丸は 6mm BB 弾 0.2 から 0.25 が推奨となってます。動力源は専用ガス使ってください。相談数は25発プラス1は本体に装填した場合です。可変ホップアップシステム搭載、セミオート単発発射のみのガスブローバックハンドガンになります。サードジェネレーションスタイルのレイルドフレームということで、 CQB 装備に欠かせないライトの装着が可能な 20mm 幅のアンダーレールが一体化したフレームには常に最良のグリップを可能にするフィンガーチャンネルとサムレストを備えて、ここのね、へこみですね、備えております。で、ランヤードリンクということで、グリップ後部のランヤードリンクには損失や落下を防止するこちら、はい、ランヤード追紐をね、つなぐことがこちらからできます。で、マットブラック仕上げということでね、ちょっとカメラだとね、分かりづらいかもしれませんが、スライドとフレーム、その他の見える各パーツは光の反射を抑えとマットブラックに仕上げていますということで、非常にね、肉眼で見てると綺麗だなという形です。で、コッキングインジケーターということで、トリガーの静止位置によって、本体が発射可能な状態にあるかね、分かりますか、ここ動いてるの、はい、であるかが容易に判断できるギミックが搭載されております。で、ナイトサイト付属ってことで、今これね、ちょっと違うんですけれども、付属品でね、本体に組み込まれているこのノーマルタイプのフロントサイト、リアサイトに加え、蓄光タイプのナイトサイト、まあ画像がね、今出てると思いますが、ドット部分をライトで照射することにより、ドットに使用した蓄光性夜光顔料が光を吸収して発光しますということでね、ちょっと暗闇 CQB とかでね、入っていく場合があるよっていう時には、そっちのサイトに切り替えてね、打つのもいいかなと思います。で、ダイカスト製マガジンということで、相談数25発、冷えに強いダイカスト製のマガジンが付属しております。他にもね、グロックのシリーズであれば短いんじゃなくて長い分には使えますから。で、ホップアップはこちらね、内部にありますんで、そちらの方で調整してください。で、サイトは今これノーマル状態ですけれども、後ろがこうこの字型にね、白くなってて、前の方はドットがね、丸いのがついてます。まあ、非常に見やすいね、サイトかなと思います。で、セーフティーはこちらね、グロックのトリガーセーフティーがしっかり再現されておりまして、一応エアガン用のマニュアルセーフティーがこちらですね、こちらについております。それでは実際に撃っていきたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速測っていきます。 71.35 71.62、 ターゲットの方ね、撃っていきます。はい、7m 打っていきます。はい、お、スライドストップがかかった。いやー、グロック打ちやすかったっけこんなっていうぐらいね、ちょっとね、この前の回だと思うんですけど、3-4打ってるんですけど、3-4の方が打ちやすかったですけど、17はこれサードジェネレーションですけどね。で、スライドストップもしっかりかかる。ただね、弾数がやっぱね、ちょっと少ないかなって感じですね。5メーターで打って7メーター打とうとすると、ちょっと1回足さないと、しっかりね、打ってるシーンが取れないっていう感じはあるんですけど、非常にね、やっぱりグロック、もうこんなに良かったっけね。久しぶりに多分グロックしっかり打ってるんで、僕もおーっと、他の銃いろいろね、最近もまた打ってますけど、その中でもやっぱグロックいいっすね、非常にね。はい、いかがだったでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのは、東京マリンガスブローバックハンドガングロック17サードジェネレーション。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。